こんにちは、北森雄一郎です。今回はですね、9月に入ってからの上昇は本物かということでお話ししたいと思います。私はですね、7、8月はですね、この9月以降のですね、上昇の、助走期間であるというふうな見方で、来ました。そしてですね、9月はですね、前半は軟調な、7、8月の地合いを受けてですね、前半は軟調だけれども、後半になって、浮上に転じるんだと、そういうふうな見方で、来ておりましたけれども、ちょっと意外なことにですね、9月に入ってすぐにですね、上昇に転じていると、そういう点ではですね、スタートがちょっと早いなと。というのが正直な印象ですね。もちろんですね、上がってくれることですので、早かろうが遅かろうがですね、上がってくれればいいということなんですけども、こんな風にですね、スタートが非常に良ければですね、この後このどうなんだって、終わってしまうんじゃないかっていう風なですね、懸念も出てくると思いますよね。良ければですね、非常に良ければ心配なりですね、悪くとさらに心配になるとかね、そういうところが株式市場にありますけれども、今のところですね、ちょっと良すぎてですね、ちょっと心配になるというような状況でもありますよね。そしてですね、今お話している段階ではですね、その日経平均の上昇というのがですね、7日連騰なんですね。7日連騰と、でもね、そのうちの2日はほらここのところですけどね、2日はもう小さいですから、上がったうちには入りませんですよね。小幅にこう横ばってたというようなことであって、その後それでも5連騰をしている形になりますか。1、2、3、ちょっと1本足りませんかね。そんなことでですね、これ水準的にはですね、2万1500円に届くところまで来ているということが言えますね。そういう状態ですけれども、この上昇要因はじゃあ何かということになりますね。これはもうすでにご承知だと思いますけどね、10月になったらですね、米中の貿易協議が再開されるということがね、最大の要因ですね。本当はですね、9月に再開されるんじゃないかなということだったんですけども、先送りになってですね、10月だということですよね。先送りということはあんまりいいことではないんですけども、市場はですね、10月というふうにちゃんとね、その数字が出てきたということで、今回は本物だろうと、本当にね、10月中には再開されるであろうということでね、上がり始めてるわけですよね。これね、これまでもね、本当にこの、米中貿易協議を何回もやってるわけですよね。実質的にですね、そうですね、会合は開かれない場合もあったわけですけども、会合が開かれない今回はですね、今度は開かれるだろうという期待なんですけども、それがその期待外れでですね、また10月もこう開催されないぞということもないこともないんですけども、それが分かるまでにね、あと1ヶ月ぐらいかかるというわけですよね。時間があるわけですね。だからその1ヶ月間の間でですね、少なくともその、会議についてですよ、特にマイナス材料がなければですね、いいだろうというのが市場の見方ですよね。その間ですね、上がればいいという考え方ですよね。と言いますのは、そのさっきも言いましたけれども、これまで何度もその、会議が持たれてはですね、開催されてはですね、合意に至らないということが繰り返されてきましたね。合意に至らない結果はですよ、関税をですね、引き上げるということなわけですからね。だから何回も失望してるわけですけども、今回もそういう意味ではですね、また失望に終わるということもないこともないというか、そういうことが十分あり得るということではあるんですけども、もうそういうのに市場はですね、ある程度慣れっこになってるわけですよね。うまくいかなくても、またしばらくすると、またその後何て言いますかね、会合を開くぞと、会議を開くぞということで、また上がっていくかなと
というような感じですよね。ですからある点パターンが読めてきてるわけですよね。もちろんですね、その短期にですね、本当に10月にですね、決定的にですよ、協議が合意にこぎつけられるというようなことになれば、それはそれに非常にそうなってほしいところなんですけども、そこまで望まなくてもですね、そこまでならなくても当面ですね、少なくとも1ヶ月前後はですね、これは悪材料が出てこないであろうということですよね。出てくるかもしれませんけどね、まあ、出てこないであろうということでね、そうですね、ちょっとその小康状態にあるわけですよね。お休みと戦闘が、なんて言いますかね、休戦状態という感じですかね。休戦状態にありますので、その間はまあちょっと安心してね、株を扱えるということですね。その結果ですね、どういうことになっているかというと、まあ、外国人投資家がですね、主力株を買ってきているわけですよね。主力株と言いますと、もうまずは、トヨタですよね。ちょっと待ってくださいね。700、あ、7303ですかね。ちょっと待ってくださいよ。7203ですね。7203。そうそうそう。トヨタ株ですね。トヨタ自動車株。まあ、このところというか、ここが、これは、9月の初めです。ごめんなさい、6月ですかね。初めのところから、こう、だんだん上がってきてね、7200円ぐらいのところに来ましたね。ここは6400円ぐらいだったですか。ちょっとですね、これはちょっと見にくいですね。ちょっと待ってくださいね。あ、週足ですね。ちょっとごめんなさいね。あ、そうそう。日足と週足、ちょっとね、表示が違ってました。ここ、そうですね。これですと8月のところですね。8月のところが、8月の8、6日ですかね。8月の6日のところでですね、まあそうですね、6日の日の6720円だったものが、ここお話している段階ではですね、これ結構上がってきましたよね。7100円台、もう7200円近くですか、ぐらいですから、まあ本当にですね、緩やかだったですけども、最近になってからポーンと上がってきたということでね、これ7月につけた高値のね、まあ、7244円というところ、まあいわゆる面合わせという感じになっておりますよね。非常に好ましい動きですよね。だから、まあここのところ抜けるかどうかというところは今問われるところですね。まあ抜けることも十分あるということですけど、一回で抜けなくてもね、ちょっとお休みしてまた抜くというようなことも考えられますよね。そういうところですけども、それはもうひとえにですね、その米中貿易協議のね、なんて言いますかね、いざこざというんでしょうかね、それがその今のところ出てこないと、休戦状態であるということがね、やっぱりこの株のね上昇を支えているというふうに見て、よろしいですね。で、総じてですね、これこの株だけじゃなくてね、そうですね、いろいろこの社長が解任という、解任じゃないですかね、辞めたですね、日産だってですね、上がってるんですよ。7201、日産自動車だってね、これまあこれトヨタと違ってね、トヨタはこのところから上がってましたけどね、少しずつ上がってましたけど、日産はさすがにね、いろいろ問題ありますし、収益も良くないということもありましたけれども、それでもね、それでもこう上がってますよね。そんなにびっくりするほど上がってるわけじゃないんですけど、上がってはきてますよね。上がってはきてるということから見ましてもですね、まあ市場が回復に向かってるわけですから、それこそ日産株でさえと言ってもいいんでしょうかね。いろいろ問題あるんですからね。収益もなかなか上がらないというにしては、株価は、
戻ってますからね。それはね、他の、そうですね、ちょっと待ってね、金融株についてもそういうことが言えるんですね。8306ね、8306のですね、8306三菱 UFJ ですね、そうそう、この株もほら、8月いっぱいはもうちょっとどうしようもないっていう感じの動きでしたけどね、9月に入ってこういい動きになってきて、そうですね、8月の頭のところを抜きましたね、抜くというところまで来てますから、まあ結構ね、頑張って上がってんじゃないでしょうかね、上がってんじゃないでしょうかじゃなくて上がってますよね、まあ、そんな風にになってるということで、しかもね、この売買の量も結構多いですよね。で今後もね、この後も、まあ、上がることも十分ありえますよね。もちろんこう8月の頭の高値のところを抜きましたのでね、まあ売りがね出てくるということもございますけども、こんな風にね、三菱 UFJ 株でさえって言ったら失礼ですかね、こう浮上してきているということですから、これまたね、まあ、好ましい状態ですよね。ですからもちろんね、このままずっとね、どの株も上がってほしいところですけども、まあ、そうはね、なかなかいきませんので、目先またね、利食いに押されてね下がるということもありえますけれども、基本はですね、基本はですよ、最初申し上げましたようにね、これがその何て言いますかね、目先のですね、まあ、高値で終わることなく、下押しは目先あるかも、しばらくしたらあるかもしれませんけれども、またね上がる可能性はあるというふうにね見てよろしい状況ですね。以上、北浜でした。